はい、こんにちは、グランピーです。今日は、ちょっと通勤快速号、某有名な人の通勤快速号を、組んでしまったので、その紹介をしようかなと思ってます。で、その通勤快速号って何なのかっていうと、要望があったのが、もう通勤がだいたい、5、6キロ圏内ぐらいで、一番快適に乗れて、しかも速い、壊れない、こういう要素がある自転車が欲しい、そういう話になってて、で、僕の中で、言ってあげれる候補がいっぱいあったんですけど、そのイメージっていう、その、なんていうんですかね、こういう車体が欲しいみたいな写真見せてくれたんで、そういうふうに組んでます。で、もうめっちゃ試乗したんですけど、超乗りやすい、自転車が出来上がったんで、もう見せちゃいます。これです。はい、で、これが、サーリーのスチームローラーになります。初心者から上級者までもいろんな方におすすめできるんですけど、このスタイルは本当に上級者向けの、ある程度もうロードバイクだったりいろんな自転車乗ってきて、もう速いのに飽きたとかそういうので快適に乗れるスタイル、これがもうそういうスタイルです。だから本当に通勤快速で快適でいいと思います。で、パーツ構成はもう見てもらってざっくり説明するんですけど、ヘッドパーツクリスキングで差し色を入れてたり、ブルックスの、サドルつけてたり、あと茶色のグリップつけて、そういう感じです。で、一番の特徴は、スチームローラーって 38C までのタイヤ幅が、入るんで、これ 36C のタイヤを入れてます。冒険タイヤですね。で、ロングリーチの、ブレーキつけて、結構クリアランスギリギリです。最初これつけれるって書いてあったんですけど、ちょっと不安でした。チェーン長さ調整して当たらないぐらいまでしてあげます。で、あと、各部の紹介で、やばい、タグを切ってなかったです。通勤される時にカバンを背負いたくないってことで、ラックアデプトの人気のラックをつけてもらって、その上に ILE の、バッグをつけてます。これラックバッグで、よいしょ、そこのやつを取ればこういうふうに外れるようになってます。で、容量がすごいあって、荷物パソコンとか入れるってなってたんで、これをおすすめして後ろ背面は、こういう風になってて、アデプトのラックにぴったり合うサイズで、これでアデプトのラックを包んで、カチャッと こういう風に、止めます。これですね、そういうバッグです。で、外せばここ、持ち運び簡単になってます。で、さっき言った人気のアデプトのラックですね。せっかく撮ったんで、ちょっとタイヤクリアランスをもう一回スチームローラー、36でギリギリかなという感じなんですけど、これぐらい太いタイヤが入ります。です。だから通勤してて、段差、街乗りってやっぱ段差とかが多いんですけど、そういうとこでもふんわりとした乗り心地になるような、そういうタイヤです。あと、こだわったポイントというか、ちょっとサービスしてあげたんですけど、杉野のクランクキャップを、シルバーにしてあげて、普通ここはブラックの普通の、チープなボルトはついてるんですけど、それを隠すように、真鍮だったりとか、今回アルミのキャップをつけてるんですけど、そういう差し色をカスタムをしています。チェーンとフリーギア、チェーンは、これ泉の。ジェットブラックチェーンっていう、そのここがブラック、プレートがブラックで、内側がシルバーのやつを使ってます。耐久性良くて色味もいいんで、シルバーのチェーンってなかなか綺麗なシルバーとあんまないんですけど、これはすごい綺麗なシルバーです。で、フリーギアは ACS、これ2600円ぐらいの ACS のフリーコグですね。これをつけてて、端数は前が46だったかな、48か、数字忘れたんですけどの、20ぐらい、ギア比が、2.3ぐらいになるように調整してます。で、
反対側にはこれも、うちで、まあ、一番人気の工具ですね。ユーロアジアの、黒森工具ですね。これも端数20にして、まあ、チェーン変えなくてもあのギア比一緒なんでホイールひっくり返すだけで固定ギア、フリーギア両方楽しめるようになってます。ハブは、これスズエのプロマックスっていう、多分マニアの人しかわからないと思うんですけど、あの超綺麗なハブです。NGS とかじゃないんですけど、サイドにシールが貼ってあって、ホログラムシールが貼ってあってキラキラしてます。ピントがあるんですかね。ですね、まあ、全体的にシルバーのパーツを使ってて、こういうきれいめなパーツを入れてみました。ほとんどパーツはもうお任せで、僕に任せてもらったんで、まあ組んでみてすごいいい感じの出来だなと自分でも思ってます。大体の価格は、これの全部で、30万円弱ぐらいです。まあ、今48回まで金利、手数料グランピー負担して、お客さん負担なしのローンがあるんで、これをもし、48回までだね、まあ、36回だとしましょう。そうしたら大体月1万円以内で、これを購入することが可能になってます。だから今から春先、多分自転車欲しくなる人って増えてくると思うんですけど、まあ、通勤とかそういうのがメインで使ってて、5、6キロから10キロ圏内欲しい、まあ、それで使う自転車が欲しいなと思う方はスチームローラーが超おすすめです。まあ、このゆったりマックハンドルのカスタム太いタイヤ、これがおすすめです。まあ、そんな感じですかね。はい、じゃあ終わります。ありがとうございます。